環中国へようこそ。2月14日のニュースをお伝えいたします。世界サッカー界の巨星であるリオネル・メッシ氏が怪我のため香港での試合に出場しなかった事件がまだ波紋を広げています。最近、中国のあるブロガーがメッシ氏の事件について評論し、メッシ事件の革新的な問題を指摘したところ、張粉口から攻撃を受けました。張会長マクロ分析という財経ブロガーが9日、ウェイボーに動画を投稿し、メッシ事件の革新的な問題は主催者が署名した契約にあると指摘しました。契約ではメッシ氏が必ず出場することを要求していなかったのです。張さんはタトラアジアの会長兼 CEO であるミシェル・ラムニエル氏が5日のメディアブリーフィングで述べたように、契約にはメッシ氏やスアレス氏が怪我をしない限り出場すると明記されていたと述べました。張さんは、主催者はこの条項をもとに一連の宣伝を行い、契約としてこのような条款はメッシ氏が出場しない権利を規定している。比較すると、去年6月15日に北京工人体育場で行われたアルゼンチン国家チームの中国ツアーのイベントでは、メッシ氏が45分間出場することを明確に保証する条款があった。実際にメッシ氏は45分間出場したと述べました。メッシ氏の人柄については、以下の事実を見てください。ワールドカップ優勝後、2022年12月20日にメッシ氏が帰国し、首都ブエノスアイレスで大騒ぎになりましたが、メッシ氏とアルゼンチンの選手たちは大統領のお祝いを受けるための大統領府への訪問を拒否した。複数のメディアによると、メッシ氏は香港滞在中に癌を患う二人の子供を病院に見舞い、彼らに病気と戦う勇気を与えた。張さんは10日に再び動画を投稿し、前のビデオを投稿した後、張粉口からの猛攻撃を受けた。多くの人は事実を無視している。公正な立場で事実を言うと、メッシ氏をかばうと言われると述べました。一方、張さんは、メッシ事件を通じて誰が私の本当の友人なのかを識別することができた。それはそれで良いことだと思う。もしメッシ氏の件について、今もその是非曲直がわからないとしたら、あなたの認識に問題があるとしか言いようがないと述べました。皆様へのお知らせです。今、ニューヨークで設立されたシェンユン芸術団のシェンユンの日本巡回公演が行われています。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。それを見たのはいつの日だったろう。畏敬の念を抱くほどの壮麗さ、人生さえ変えるほどの力強さ、時が経つのも忘れるほどの美しさ。今再びその感動が訪れる。今年も演目を一新してあなたを待っています。シェンユー。